東洋キッチンスタイルは主にシステムキッチン、厨房設備を中心に家具、床材などインテリア全体を提案するメーカー。旧社名は東洋キッチンリビング株式会社。本社は名古屋市名東区。創業地である岐阜県関市には大規模な工場設備を保有している。もともとはステンレス食器メーカーだったが、 1958年にステンレス流し台の製造に着手、以後はステンレス加工を得意とする国内有数のキッチン専門メーカーとして知られるようになり、全国にショールーム展開している。イタリア・ミラノにデザインセンターがあり、デザインにおいて独自の新しい提案を続けている。1990年代からアルミニウムを多用したミニマルデザインを先駆けて発表し、 インテリアのトレンドを牽引した。近年はシャンデリアなど装飾性の高い関連商品やガエターのペッシェなど作家性の強い家具をキッチンに組み合わせる提案をしている。2004年イタリアベローナで開催されたアビターレイル店舗ではオールハンドメイドによるステンレスキッチンイズラ S を発表し海外からの注目を集めた。2006年に発表したッン イゾラは海外メディアにも多く掲載。社長の渡辺隆夫は2006年にドイツの世界的デザイン賞イフ、デザイン賞の審査員を務めた。一般の住宅設備関連の流通形態であるメーカードニア小売店、公務店といった販路とは異なる販売方針で、ほとんどがインテリア関係の雑誌に掲載される記事や広告から、 顧客を引きつける方法で富裕層の顧客の獲得を狙っている。その他、リビング用品、床材、輸入雑貨、収納棚など、インテリアアイテム多数。提供番組お昼のワイドショー。ありがとうございます。